どうも皆さんこんこにちはチャクダスです今私は六本木1丁目に来ておりますそれでね今泉ガーデンプレイスっていうところに行って今ねこちらだと思うんですけども、えー、こちらの上でね今回は、えー、マリオットバケーショングクラブっていう、えー、説明会に本を参加しようと思ってきておりますあとね20分ぐらいで始まりますんで、まあ、今回はね 夫婦で子供も連れて参戦しておりますけどもまあ、一体ねどんな感じかっていうのとあとそのバケーションのクラブに説明会に参加するとねどんな得点がもらえるかっていうのをシェアできたらなと思っておりますそれではい、ねっ,ね、ってみます ではね、えー、バケーションクラブの説明会終わりました。えーまあ、時間にして1時間半ぐらいですかね今回説明会を受けましたけどもちょっとね資料をもらいましたんで、えー、家に帰って。 皆さんにシェアできたらなと思います。えー、それではね、自宅の方に戻ってまいりました。えー、まずね、この、バリオット・バケーションズ・クラブの、えー、説明会の説明 <laughs>、させていただこうかなと思うんですけども、えー、マリオット、えー・バケーションズ・クラブっていうものは、えー、マリオットが持っている、まあ、物件を、えー 購入することができるんですよね。で、それを購入するに対して、ま一、あ、週間分の権利みたいな感じで購入するんですけども、それに対して2000ポイントがもらえます。ポイントがもらえる。まあ、このポイントは、マリオットボンボイのポイントとは全然関係ない、マーケーションズクラブのポイントがもらえるんですよね。まあ、これを、えー、もらったポイントを、その、買った、 物件の権利を買ったとこで使ってもいいし、ポイントでそこを泊まるんで、それを違うほ、違うホテルでも利用できる。で、その利用ホテルの利用先が、まあ、世界中にある。みたいな感じなんですよね。えー、それではね、えー、価格なんですけども、先にババッと言っちゃいますね。えー、2000ポイントの購入で、えー、と、購入価格が、 360万円。まあ、正確には、ね、357万5千円。まあ、これはね、あのー、レートを110円で,で、ドル計算でね、えー、契約しますんで、えー、357万5千円で購入。物件自体を購入。で、プラスして年間の維持費が、えー、年間8万5千0百円かかるということで、えー、でね、この最初の購入の360万円は、 えー、最初に15%支払う必要があるということで、えー、53万6千円ぐらい支払って、残金が330万円、あ、3 0万円 <coughs>。っていうことで、その、それをね、60回で支払うことが、無金利でね、支払うことができるんで、まあ、まあ全体的に総費用で言うと、えー、365万円ぐらいの買い物。 になるっていう計算ですかね。まあ、これをね、ま、あ月々で、ま、払っていく。まあ、最初15%かかるんですけども、えー、払っていくっていう形になります。これで2000ポイント獲得となりますね。で、この2000ポイントは、えー、マリオットボンボイのポイントとはね、全然関係ない、このバケーションズクラブの独自のポイントとなりますんで、覚えておいてください。で、2000ポイントね、購入して、それをね、 2000ポイント購入した特典っていうのはまずあります。2000ポイント、えー。この2000ポイントっていうのは一番、なんですか、一番最初のっていうか一番下のね、まあポイントって2000ポイントからまだどん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 4000、6000、1万みたいな感じでどんどん変えるんですけども、2000ポイントを購入しただけで、まずマリオット・ボンボイ、またこれホテルの話に戻りますけど、マリオット・ボンボイのゴールドステータスがもらえます。 ま、これ、いつまでかというと、このバケーションズクラブっていうもの自体が、今の権利として、マリオットが持ってる権利として、2056年まで保有しているみたいなんで、え、それまでは絶対利用できます。で、その先もその、一応契約なんで更新する予定ですっていう感じらしいんですけども、一応2056年までっていう、え、契約で、え、話をいただきました。で、その間はずっとゴールドカインでいられるっていう感じですね。 で、あの、バケーションズクラブのこの2000ポイントを、えー、先ほど言った通り、えー、ホテルに利用するって言いましたよね、えー。で、対象のホテルなんですけども、すごいたくさんあるんですよ。<laughs> ちょっと申し訳ないんですけども、全部読み上げられないぐらいあるんで、えー、概要欄にね、えっ、ー、と、私のブログのリンクを貼っておきますんで、もしね、詳しい対、えー 都市とかね、そういうのが国とかね、知りたい方はぜひそちらを見てください。結構たくさんあります。で、えー、私の大好きなニューヨークはどうかっていうと、ニューヨークはね、1軒しかないんですよね。バケーションズクラブ、えー、クラブバケーションパルス、ニューヨークホテル、えー、マリオットバケーションパルス、クラブニューヨークだとかな。っていうのがね、えー、ミッドタウンのミッドタウンだたかな。34丁目ぐらいにあるんですけども、そこが対象っていう感じですね。じゃあですね、 次に2000ポイントを購入して、どのぐらい宿泊できるかって、まあ、思いますよね。その、結局、その、購入して、そのポイントをもらって、その引き換えにっていう形で、じゃあどのぐらいのホテルに泊まれるかって考えると、まあ、これもね、ちょっと、この画像はちょっと出しておきますけども、えー、基本的に7泊みたいな計算で、 あの説明を受けて、まあ、大体海外旅行で、まあ、行かれるんだったら、まあ、家族だったら5泊から7泊みたいな感じで、あの説明を受けたんですけども、じゃあ7泊っていうくくりで、あの、この普通に表を見るとですね、7泊だと全然使えないんですよね、2000ポイントって。あの、2000ポイントじゃ足りないんですよね、正直。ですので、 2000ポイントで7泊ってなると、本当に限られたし、えー、限られた期間でしか、まあ2019年、はもう2019年もほとんど終わりなんで、2020年とかで見ると、ほとんど限られた期間でしか7泊って使えないんですよね。ですので、2000ポイントじゃ足りないってなるんですね、やっぱり。で、じゃあこれどうなる、どうするかっていうと、2000ポイントが足りない。最初に購入した、 えー、2000ポイントでは足りない場合は、前借りができるんですよね。だからまあ、今2019年でこのマリオットバーケーションクラブの2000ポイント分のやつをね、360ちょいぐらい払って購入して、まあ、2000ポイント取りました。でも2000ポイントじゃ宿泊できない。じゃあ、旅行自体を2年に1回にして、来年のポイントを使おう。感じができるんですよ、前借りで。だから4000ポイントで宿泊できる。 みたいな感じなことも利用できるんですよね。で、4000ポイントになると、まあ、結構、いろんなね、あの、時期。まあ、このシーズンもね、ちょっと分かれてるんですね。ピークとかオフピークみたいな感じで。あのー、やっぱり年末年始とかね、冬休みとか、えー、あとは夏休みとか、そういう、ハイシーズン、ローシーズンでちょっとポイントのね、くくりは違うんですよね。 なんで、まあ、2年に一度にすれば、この2000ポイント購入でも、まあ、7泊が全然できるみたいな。まあ、これは、もちろんハワイとか、まあ、世界中にこれはあるんですけども。で、今年買って、来年の分のポイントを使って、4000ポイントで、こう、しどっか行ったとしますよね。で、来年は、まあ、もうないんでいいんですけど、再来年ね、じゃあ2000ポイントまたもらって、ってなった時に、 また足りなくて、また前借りする。みたいな感じになるんですよね。で、2000ポイントが、まあなんか、家族の都合とかでね、使えなかった場合は、繰り越しもできるんですよね。だからもし今年買って、使わなくて、来年になって2000ポイントもらって、去年の2000ポイント足して、4000ポイントで使うみたいなこともできます。私が、えー、このタイムシェアの説明会に行って、 一番グラッと来たのがあるんですけども、このマリオットバケーションズクラブ、先ほど言ってた、その宿泊の、えー、期間とか、えー、宿泊期間、宿泊シーズンの話は、まあ一般シーズンと呼ばれて、まあ年間で切り分けられた、まあこの、ここが繁忙期、ここが換算期みたいな感じであるんですけども、もうそうではなく、ディスティネージョンエスケープっていう制度があって、 これはどういうことかっていうと、もうシーズンは全然関係ない状態で、1年間ね。シーズンは気にしない状態で、利用の60日前から予約すると、ポイントが一気に下がるんですよね。ですんで、まあ今2019年の10月ですよね。だ今、11月の予定で休みを取る、1週間のホテルを抑えるってなると、すごい安いんですよ。すごい安い。 すごい安いっていうか、すごいポイントがセーブされるんですよね。ですので、本当に私がこのぐらっと来たのは本当にここで2000ポイントしか購入しなくても、えー、変な話、10位、ニューヨークだったら11泊とかできるんですよ。で、ニューヨークって高いじゃないですか。<laughs> ホテル代が。<laughs> まあ高いんですよね、ニューヨークって。ほとんど、本当に結構マリオットでも、えー、 ブランドがね、結構下の方のカテゴリーでも、本当に時期によっては、本当にそれでも2万とか3万とかするようなことは結構あるんですよね。11泊がこの金額でできるって考えると、結構悪くないかなと思って、ちょっと心がぐらっと来た次第なんですよね。まあ、結局、会話しなかったんですけどもね。先ほど言った通り、えー、2000ポイントで、まあ、360ちょいぐらい。まぁ、あ、3 0 70ぐらいだったかなだで購入する。で、先ほど言いましたね。2000ポイントずつで購入する。で、結局、2000ポイントだと、えー、普通のね、予約するにしては、ちょっとポイントが足りない。っていうのを結構、私さっき言いましたよね。で、2000ポイントじゃ足りない。じゃあ、最初から4000ポイント購入しよう。っていうのもね、勧められたんですよね。何がおすすめなのか全然わかんなくて、最初。で、 ちゃんと聞いたらですね。まあ、聞いたらっていうか、その後説明があったんですけれども、4000ポイントだと、2056枚まで、マリオットボンボイのプラチナステータスをずっとくれるんですよ。これすごくないですか <laughs> だけど、4000ポイントなんで、えー、先ほど2000ポイント購入時は、えー、いくらですか ?360 ちょいでしたよね。あ、370ぐらいと。 ですね。それの倍ですよね。まあ簡単に。だから700、700ちょいぐらいですよね。ね。支払いが。全部の。しかも最初15%入れなきゃいけないんで、初期費用で100万は、100万ぐらい払わなきゃいけないんですけども、えっと、マリオット・ボンボイのね、えー、プラチナ修行。 まあ私もプラチナ修行して、マリオットボムのプラチナ会員になってるんですけども、プラチナチャレンジで私もなったんですけども、プラチナチャレンジって、三、えー、3ヶ月に16泊すれば、連続でも OK なんで、16泊すれば、プラチナステータスが、二千2021年の1月末まで一応もらえますっていう説明を受けて私はやったんですけども、だから、2021年の1月を過ぎたら、 私はもうプラチナステータスじゃなくなるんですよね。だからゴールドステータスにステータスダウンするわけですよね。で、本来、プラチナステータスって年間50泊ですよね。年間50泊しないとマリオット系ホテルに。50泊しないともらえないステータスなんですよね。うん。って考えると、あの、マリオットボンボイのね、ステータスを ずっと維持したいっていう方は、こっち買った方が絶対安いんですよ。プラチナステータス50泊って、まあ、1泊1万しても50万かかるじゃないですか。うん、って感じですよね。それだったらこっちを買って、プラチナステータスをもらいつつ、えー、そのマリオットボンボイとは別のポイント2000ポイントで、えー、宿泊する、えー、タイムシェアの物件を宿泊する。で、この2000ポイントのマリオット、えー、タイムシェアのポイントは、マリオットボンボイのポイントにも 交換可能なんですよね。で、2000ポイントで8万ポイントになります。だから4000ポイントだと16万ポイントになるということですよね。ですんで、もしね、マリオット・ボンモイのプラチナステータスを狙ってる方はね、ちょっと一回説明会聞いてもいいかもしれないですね。で、あの、た、おそらくですけども、なんか、 ここは常設でずっとやってるんですかって聞いたら、ずっとやってるっていう回答だったんで、もしかしたら電話番号とかもね、調べれば出てくるかもしれないですね。ちょっと私の資料にはね、電話番号載ってなかったんで、まあ、ちょっとご自身で調べていく形にはなってしまうんですけども、その、プラチナステータスっていう意味ではね、いいんじゃないかなと思います。まあちょっとね、ざっ く,っくり紹介させていただきましたけども、今回ね、マリオットバケーションのタイムシェアっていうのを紹介、えー、行ってね、実際に行って、えー、説明会を受けてきたわけですけども、前回ね、ヒルトンのタイムシェア、私行ってきまして、本当にヒルトンのタイムシェアは、まあ、ハワイの宿泊券が3日間分もらえるんですよね、今。で、今ね、3日分のハワイの宿泊券を、 なんか見直すかもしれないみたいなことを、この前担当者の方が言ってたんで、もしかしたら、えー、ヒルトンのね、タイムシェア、もしハワイの主学権3日間分欲しい方はね、ちょっと早めに動いた方がいいかもしれないですね。各空港とかにですね、あとアウトレットモールとかに、えー、出していますということで、場所自体はね、ヒルトンは決まってないみたいなんですよね。で、私は中部国際空港の、あの、制限エリア外に常設されてんの、あ、常設がその、 デスクがあったのね。たまたま見つけていっただけなんで、ちょっとね、こればっかりは、えー、空港に出てる可能性が多いということですので、空港で狙っていただいてね。で、ヒルトンはですね、このタイムシェアの説明会、本当に軽いんですよ。本当に軽い。いかがですかみたいな感じ。あ、ちょっと今回はいいですね。じゃあ、特典のお話に移りますね。みたいな感じなんですよね。<laughs> これで買う人いるのかなって思うぐらい営業する感じじゃないんですよね。ヒルドンのタイムシェアの説明会って。ですけども、マリオットはガツガツきますね。<laughs> 別になかなか返してもらえないとかそういうのはないですよ。ないですけども、あの、本当に超契約が欲しいっていう感じがすごい出してくるんですよね。で、では、 この当日の契約特典、最後に言われるんですよ。本来、マリオットボンボイのこのタイムシェアの説明会っていうのは、行くだけで2万ポイントがもらえるんですよね。2万ポイント。もうこれは契約しても契約しなくても、特、え、典、ー、として2万ポイントがもらえます。ですけども、当日契約特典、発表します。最初もともと2万ポイントもらえるって約束でしたよね。それが、プラス20万ポイント。 すごくないですか <laughs> 今日契約したら、合計で22万ポイントあげますって言われて。22万ポイントですよ。すごいですよね。22万ポイントだと、えー、マイルにすると、えぇ、ー、6424、プラス2万ポイントを頑張れば、10万マイル。6424、そうですね。10万マイルになる計算ですからね。だけど、 えー、購入しなきゃいけないですからね。<laughs> これもね、結構ぐらっと揺れたんですけども、まあ、結局ね、私はちょっと、今回は、えー、見合わせたわけですけども、まあ、見合わせた最大の理由は、まだ私、プラチナステータスなんですよね。今だから2000ポイント、4000ポイント買ったとしても、あのー、プラチナステータス上げますって言われても、 まああのステータスが被るだけなんで、そんなにそこまで必要じゃないんですよね。ですんで、もし購入を考えるとしたら、2021年で、あの、マリオットボンボイのステータスがね、私 SP ジャーム X 持ってますんで、まああの、ゴールドカインから落ちることはないんですけども、プラチナステータスをね、あの、落ちたときに、 えー、ちょっともう一回考えようかなっていう感じですね。ちょっとマリオットのね、あの、プラチナステータスのこのラウンジの利用とか、スイートルームを含めたアップグレート。まああの、私が大きい特典だと思っているのはまあそこら辺だなと思ってるんですけども、やはりね、あの、物価の高いニューヨークで、そのサービスがやっぱり受けれるっていうのは、ちょっとニューヨーク大好きな私にとっては、本当にメリットでしか、 ないんですよね。さらにあの、ニューヨークっていう大都市は、まあ、この動画でね、チャンネルニューヨークのホテル系を見ていただいている方、私言ってるかもしれないですけども、やっぱり、ほっといてもニューヨークって人が来る場所なんで、ホテルの対応って良くないとこすごい多いんですよ。プラス、あの、高級ホテルと言われているホテルグループでも、やっぱりね、対応良くないとこ結構多いんですよね。 それがすごく残念。<laughs> まあそういう意味でマリオットってね、私が知る限りそんなに悪い店員さんって、まあちょ、ちょこちょこね、動画なんですが、ホテルによってまあある程度あるんですけども、すんごいひどいみたいな、エアコン効かないみたいな、そういうのはあの、暑くて寝れない、寒くて寝れないみたいなね、そういうのはね、今のところ経験してないのと、あと清潔感っていうそういう意味でもね、私としてはちょっとね、マリオットはね、いいなっていうのはあるんでね。 まあ今回の動画はちょっと長くなってしまったんですけども、マリオットバケーションズクラブのタイムシェアの、えー、実際に行って、まあ、どういう得点があっていくらぐらいかかるのかっていうのをね、紹介させていただきましたけども、まあ、ざっくり言うと、2000ポイントで370万ぐらい。まあ、4000ポイントでその倍っていう感じですね。で、当日契約得点で20万ポイント。プラス、えー、と普通の 説明会特典2ポイントあ、2万ポイントもらって、22万ポイントがもらえます。で、これの特典はですね、まあどうやらブログとかでね、結構私いろんなブログ見させていただいたんですけども、タイミングによって、この行くだけのポイントも違いますし、当日契約のポイントも多分変わると思うんで、まあこれからね、あのもしタイムシェアね、行ってみたいっていう方でね、あの、メールが来た時に参戦しようっていう思ってる方は、あの、 あんまり、なんですか。その時々によって、キャンペーンの内容は多分変わってくると思いますんで、よく確認してからね、申し込むようにしてください。特にこの当日契約特典は、私がもらった契約特典であって、他の人だとどういうポイントになるかっていうのは正直わからない部分でもありますんでね。 えー、いかがだったでしょうかちょっと長くなってしまって申し訳ございません。えー、この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。えー、私のチャンネルではですね、ANA マイルを貯める、まあ、ANA に関すること、プラス、えー、クレジットカード、マリオットボンボイの宿泊レビュー、飛行機レビューなんかね、あとお得、情報とかも結構やっておりまして、あとね、 ニューヨークの、私の大好きな街はニューヨークをね、えー、紹介させていただいてます。もしよかったらね、ぜひチャンネル登録と、えー、グッドボタン、お願いいたします。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ